さあオリックスですけども、皆さん今日の試合は見ましたでしょうか。今回のお話は今シーズン第64試合目6月の17日ヤクルトとの試合についてお話をしていこうかなと思います。オリックスは先発が山下俊平太投手、ヤクルトは石川投手ということで、去年もですねこの石川投手にオリックス抑えられております。天敵相手にですねエース候補がぶつかりに行くということで、一体どういう試合をするのか、今日勝てばですね勝ち越しが決まりますから、個人的にも注目はしておりました。無事オリックスですね、素晴らしい8対5、しかも13安打ということで素晴らしい打ち合いを制しまして勝利をすることができたということなので、早速どんな試合だったのかスタメンから振り返っていこうかなというふうに思います。まずスタメンですが、ご覧の通りでございまして、先発が左ピッチャーということで、佐野皓大選手であったりとか大城選手が1番2番に入るという状態です。この日も茶野選手が外れ、宗選手も外れ、マーゴも外れということなので、このスタメンを見る限りですね、セカンドとサード足立選手と大城選手が守るようではちょっと厳しいのかなというふうに思いますから、宗選手の復調と太田選手の復帰、非常に待ち望まれているわけですけども、早速1回の表からお話をしていこうかなと思います。1回の表ですね、1番2番が凡退した後、2アウトランナーなしで森友哉選手がですねライトにホームランを打ちまして、ソロで先制をいたします。ど真ん中の直球をね打ったわけですけども、このホームランで森選手なんと12球団にホームランを打ってるということで素晴らしいですよ。この間ね阪神戦で西投手が、元オリックスですけども12球団勝利決めてました。何の偏見でもないです。森選手の方がすごくないですかね、12球団にホームラン打つ方が全然すごいですよ。これはもうこっちとしてはめちゃくちゃ嬉しかったですし、去年はね5回1失点ということでかなりオリックス打線ね苦戦していたので、そんな中で森選手が一発回答でホームランを打ってくれたのはすごく大きかったですよね。 2-0 からのファーストストライクを一発でファーストスイングで決めるっていうのはさすがでございました。そして1回の裏ですね、山崎選手、青木選手を連続三振で切り抜けるなど11球で三者凡退に俊平太が切り抜けます。2回の表2アウトから今度紅林選手がレフトにホームランということで第4号ですね。真ん中低めのシンカーですけども素晴らしい、野口選手との競争をがっつり勝ち残っているというかさすがでございます。そしてその裏、2回の裏ですけども、サンタナがライトにヒット、オスナがレフトにツーベースということだったんですが、二塁三塁というピンチですけども無失点で切り抜けます。3回の山下選手、そして佐野皓大選手が連打で一塁二塁という状態になりまして、大城選手がライトに2点タイムリーツーベース、4点目を追加します。素晴らしいですよ大城選手もね、去年以上にやっぱバッティングの方が非常にこうアピールできてるんじゃないかなというふうに思うんですけども、これを機にもう少し使ってあげてもいいんじゃないかなとは思うんですけどね。まだまだオリックス攻撃をやめないということで、その後ですねインハイのスライダーを頓宮選手がレフトにスタンドインということで、まあ神宮ということもあるんでしょうね。これ京セラだったら何本か入ってなかったんじゃないかなと思うんですけど、6号ツーランで6点目素晴らしいですよ。その後にラオウがレフト前にヒット打つんですけど、この回は終了ということです。3回の裏、山崎選手が内野安打で出塁すると、山田哲人がツーランを放ちまして追い上げムードになるんですが、村上選手がサードに内野安打、サンタナがライトにツーベースを打って3点目で6対3として4回の表に入ります。石川投手3回まで投げ切って降板ということで、三振0、失点6ということで、今年ね先発6試合してて防御率が2点台後半だったんですけど、ホームランは3本だけだったんですね。今日だけで頓宮、森、紅林選手と3本打たれてますから、去年の屈辱を晴らしたんじゃないかなと思うんですけど、2番手に上がったのが木澤投手ということで、9球で三者凡退に抑えられます。4回の裏、山下投手12球で三者凡退ということで、早くも5回に突入するわけですけど、佐野皓大選手がレフト前、森選手がフォアボールでチャンスを作るんですが、頓宮ラオウが連続三振でこの回終了。5回の裏、山崎選手、村上選手が安打で出塁するんですけど、無失点で切り抜けると。6回の表終盤になりましたけれども、石山投手からですね紅林選手がライトにツーベースを打ちまして、中川圭太選手がフォアボール、足立選手が一発回答でバントを決めて、代打の宗選手がサードに、これ内野安打だったんですね、ほぼエラーでしたけども、7点目を追加しまして、大城選手がフォアボール、続く森選手も押し出しで8点目を追加します。6回の裏、山下投手がこの回で降板ということで、5回105球奪三振6という結果でございました。本人としてはね、なんかもう1イニング投げたそうな雰囲気でしたけど、球数的には仕方がないので十分なんじゃないかなと思うんですけど、2番手に上がったのが比嘉さんですね。去年と、そして一昨年と日本シリーズでね、オスナ投手をバッタバッタと切ってました。その再来だったわけですけども、残念ながらオ
スナにセンターにホームラン打たれて4点目ということで、結構ね今年調子が悪いというか、なかなか火消しができないというかですね、今日に関しては火消しというかランナーない状態だったので、本当にそのオスナ専門でねマウンドに上がったっていうような感じですけど、打たれてしまったということで、オリックスとしてはですねやっぱ火消しというかワンポイントみたいなところはね必要性を感じていないので、ただでさえちょっと比嘉さん厳しい状態になってるんですけど、まあ打たれてしまったということです。もしかしたら野口選手との入れ替えでね上がってきたばっかりですけど、時期を見て2軍で調整っていうような状態になるのかなと思います。ただそれは全然ねネガティブなことではなくて、3番手に上がったノブを見てもらえると、2軍で調整して見違えるように良くなってるんですね。無失点でしたけども、今シーズン防御率1点台ということで、オリックスなかなか中継ぎ陣信頼できる選手が少ないですから、一番信頼できるとこまで行っちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。それぐらい素晴らしいキレコントロールをしてます。7回の表ですね、紅林選手がセンター前で今日猛打賞、素晴らしいですね。代打で福田周平選手が出てくるんですけど、紅林選手が盗塁でアウトということで、もう完全にこのキャッチャーの中村選手もですねすごいゆっくり、しかも手抜きの送球でアウトにするんですよね。本人としてはスライディングしてセーフみたいなジェスチャーするんですけど、もう余裕でアウトなんでちょっと笑っちゃいましたね。7回の裏、4番手で阿部投手がマウンドに上がりまして、山崎選手、山田哲人連続三振で無失点。8回の表に試合が続いていきます。左ピッチャーの山本投手から福田周平選手がレフト前にヒット打ちまして、すかさず盗塁をするということで、紅林見てますかね、こういう風に盗塁するんですよっていうような感じでしたけど、今シーズン2盗塁目です。その後にね大城選手が惜しいファーストゴロを打ったんですけど無得点。8回の裏、5番手に上がったのがワゲスパックということですけども、サンタナがですねライトスタンドにぶち込む5点目を追加しまして、僅差になってしまいました。セーブシチュエーションになってしまったわけですね。やっぱ神宮ってホームラン打ちやすいし打たれやすいっていうのがありますよね。去年一昨年日本シリーズやって分かりましたけど。そして9回の表、頓宮選手がレフトにツーベースを打つんですが、ラオウと紅林選手が連続三振ということで、この頓宮の打球もね青木選手が結構もたついてたんで、ちょっとやっぱ守備のところですね、一時は侍ジャパンとかメジャーとかでもバリバリセンター守ってたと思うんですけど、ちょっとレフトの守備も厳しくなってるんですかね。最終回9回の裏ですけど、広岡選手がですね代打川端選手の打球をファインプレーで抑えまして、これ頓宮やったらどうなってたのかなというふうに思いながら見てましたけど、あのところでねランナー出なかったのがすごく大きかったのかなと。というのもその後に山崎選手がねファーストに内野安打打って、結局山田哲人がセカンドゴロでゲッツになって試合が終了したんですけど、ワンアウト一塁かノーアウト一塁無理かで全然話は違ってくると思うので、あのプレーはすごく大きかったですよね。ということで今回のお話ではですね、先ほどまで行われました6月の17日ヤクルトとの試合についてお話をしたわけですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。今日は非常に暑そうな晴れ模様でしたけども、無事ヤクルト戦も最終カードを勝ち越すことができたということで、ナイスゲームだったんではないでしょうか。ぜひ皆さんのねお考えをコメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思っております。ちなみに明日の注目選手はですね宮城博也ということで、前回打たれてしまったわけですから、宮城投手ね日本シリーズでは好投しましたけども、一体ですねどういう投球をしてくれるのか非常に注目をしております。ということで今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録とそしてグッドボタン、お忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。